ワンポル VTuber の話で、ポルカは VTuber にどう出会って何でホロライブ受けようとしたのか聞いてみたい。VTuber はすごいずっと昔から見てて、何で一番知ったのかな。一番最初はね、でも友達がなんか見てたみたいな感じだったかもしれない。やっぱ愛ちゃんのファッキューみたいなのがすごい有名だったし、シロちゃんのなんかイルカみたいな鳴き声とかが可愛かったりとか。でも VTuber ってそもそもなんだろうみたいなところで入って、なんかこんな感じの方が今後流行るんかな。でもそのなんか教えてもらった友達もめっちゃ流行りがさ、すごいなんか流行りになんかすごいめちゃくちゃ敏感な子だったから、絶対これはじゃあ流行るんだろうなって思って見てた時に、なんだろうねホロライブもその時から知ってて、ソラちゃんのことも知ってたし、一期生かのオーディションも見てて、へーって。そう、キズナアイちゃんとかぐやルナちゃんか、かぐやルナちゃん見てて、でホロライブのオーディション受けようと思ったのはちょうど、なんだろう、受けた、ちょっとここで初公開しちゃうかな。受けた理由がさ、今ってさ、ま、わかんないよ。ポルカ目線、そろそろ、大きい事務所が、ちょっとずつ、こう、うちらと、お隣さんとか、それぐらいになってきたじゃん。で、ポルカ、まあ、受けるとしたらさ、それは盛り上がってるところに行きたいわけよ。で、盛り上がってるところで、ポルカも、このサーカスの座長を生かしてさ、盛り上げていこうぜって思うじゃん。でもポルカはそれまで土佐回りばっかしてたから、アイドルになってみたかったんだよ。でアイドルになるにはさ、ホロライブでしょ。うん、アイドルになるためにはホロライブを受けたい。今までのその何アイカツとかを見て、なんか溜まっていた女子パワーを発散する、だからホロライブで開花するんだって思ってっていうのと、その時一番ポルカ的に大きくて影響が周りにあったのがハンジさんだったから、ハンジさんをちょっと対抗したいなと思ったね。なんかどっちかっていうとホロライブを盛り上げるよりかは、なんか戦いってーなーって思って、なんかどっかと戦いてーって、これはちょっとごめん、理由がひどいから伏せさせてもらいました。ちょっとね、逆張りっていうよりかはその戦いてーからここに来たって感じそう、私はねアイドルになりたかったんだ。まあいや、アイドルにはなれたの？ポルカは今アイドルになってる？ちゃんとみんなの。ポルカはこのライブに入れて本当に良かった。ちなみに、あ、どうなんだろう、今は知らないんだけど、オーディションの時に動画をさ見てもらうみたい、動画の一次選考みたいなのがあるんだけどちょっとそれ以降の審査の時に、動画が面白すぎてずっと見ましたっていうのを言われて、勝ったなってなった勝ったか